漫画業界に詳しい小室さんにですね、漫画業界の話を聞いてみようかなと思って。オファーされたいです。あら、全然諦めしてないです。すいません、僕もちょっと絵のこと言ってすいませんでした。ひょっとしたらすごい物語書くかもしれません。ゆるく楽しく漫画語っちゃおう、放課後漫画クラブ。新年明けましておめでとうございます。 LINE 漫画の中の人、爆ガキャンです。明けましておめでとうございます。 LINE 漫画の中の人、小室です。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、慣れてきたんで2つ目までちょっと開けてみました。あ、いいですね。ちょっと丸ぶっちゃっていい感じですね。そうそうそう、ちょっとリラックスして。こちらの動画はですね、まあ、LINE 漫画で働く私たちが学校の放課後みたいな感じでゆるっと漫画について語っていければなというコーナーになっております。今月もですね、 LINE 漫画で面白い漫画持ってきました。今回ご紹介したい漫画はこちら、はい、俺だけレベルマックスなビギナー。これはなかなか。なんでですか、これは。ファンタジー系で結構かっこいい、イケメンね。大事な要素ですね。なんでちょっと皆さんにご紹介したいなと思って持ってまいりました。なるほど。どんなお話なんですか。自分だけが知ってるって結構気持ちよくないですか。うん、全知全能的な感じがして、まあ、そんな気持ちが味わえる漫画になってます。ゲームにはクソゲーって呼ばれるゲームってあるじゃないですか。 ありますね。この漫画はですね、主人公が誰もクリアできなかったゲームがございまして、11年間かけてクリアするんですよ。まあ、そのクソゲーがですね、あの現実の世界になんと登場するんですよ。クリアできないと人類が消滅してしまうって言われてしまって、ゲームの中で培った能力とかその知識とかを生かしてクリアしていくのかどうか、まあ、人類を救えるのかどうかっていうような漫画になっています。まあ、ウェブトゥーンってあの作家さんを一人で作るっていうスタイルも稀にあるんですけど、最近ではあのスタジオ制って言ってですね、あの漫画を作るスタジオがあって、でそのチーム体制で漫画作るんですね。でこの作品、さすが爆破ちゃん、お目が高いですね。本当ですか。もうトップクラスの人気のスタジオが作っている作品で、すごい。そうなんですよ、レッドアイススタジオっていうですね、大人気な作品いっぱいあります。縦スクロールってこう読むんですけど、こうやって見せてね、あーそう、演出もね結構使われてたりとか、まあ最近ではある演出なんですけど、やっぱり慣れてるからここでこういう演出来るかっていう見せ方がすごい上手いなと思いますね。やっぱりバトルシーンがやっぱり見せどころじゃないですか、この作品って。でバトルって基本的にフィールドなんで横で描くのが理想なんですよ。でもやっぱこれは縦スクロール漫画って横が狭いので、これをうまく使うためにこういう演出で見せてる。そういう意図だったんですか。そうなんです。なので読む時にもちょっとそういったところもあの意識して読んでいただけるとよりいいんじゃないかなと思いますね。知らなかったです。ぜひ皆さんも LINE 漫画でお読みください。ぜひぜひ読んでください、はい、今月の特集は、偉い人に聞いた漫画業界裏話。まあ、こちらのコーナーはですね、はい、まあ、漫画業界に詳しい小室さんにですね、漫画業界の話を聞いてみようかなと思っております。連載更新日前とかって、漫画家の方とか編集者の方ってやっぱ眠れないんですか。そうですね、これ LINE 漫画においては特になんですけど、0時更新なんですよ。連載初日の日の0時っていうのはやっぱり寝れないですね。あ、そうなんですね。気になって、あでこうウェブ漫画のいいところってこう反応がリアルタイムじゃないですか、極端な話0時ちょうどにもコメントがついたり、いいねがついたりするので、で作家さんとですねこうチャットしながらとか、こんな反応来てますねみたいなことやることはありますね。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ、まあ気になって眠れないってことはあるってこと。そうですね、やっぱ見届けたいっていう更新をっていうのはありますね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いての質問はですね、漫画家さんってどうやってなるんですか。これいろんな方法がありますね。昔からあった方法っていうのも今もあります。例えば編集部にお電話して、でそれで作品見てくださいって言ってですね、出版社のに自分で行って作品見てもらうってこともありますし、最近だとオンラインでそういうのやってるところもあるみたいですし、あのウェブでもですね、最近は漫画投稿プラットフォームに投稿して、そこでお声掛けされてデビューしていくっていう作家さんもいらっしゃるので、それよりちょっとあの進化系だと、もう自分で投稿サイトに投稿して、でそこであの声がかかるのを待つみたいな。LINE漫画とかはあのインディーズっていうコーナーがあって、そこに
投稿されてる作品ってですね、全作に目通してるんですよ。すごい。もうどんな作品も。あ、そうなの、ね、はい、そこでお声掛けするっていうケースもありますね。うん、オファーされたいです。あら、あのフリップの絵じゃちょっと12月のあの絵が上手じゃないとダメなんですか。あ、でもこれはそうですね、はい、そんなこともないですよ実は。お、例えばもう一歩だなと思っても、うん、物語が面白ければ最近は原作としてあの活躍される方もいるんで、全然諦める必要ないです。すいません、僕もちょっと絵のこと言ってすいませんでした。あ、いやいやいや、ひょっとしたらすごい物語書くかもしれません。続いてはですね、縦スクロールの漫画って横読みの漫画と書き方ってだいぶ違うの？基本的には別ジャンルだと思っていただいていいかなと思います。で、どちらが別に優れてるわけでもないし、うん、どちらが劣ってるわけでもなくて、うん、別の表現方法っていうこと で、ウェブというのは当然このスマートフォン の形に特化したあの漫画だと思うんですけど、で、書き方もページ漫画はやっぱ見開きの美しさとか、この横で表現できる美しさっていうのがあるし、ウェブというのはその見た場面しか表現できないので、この中で書く表現っていうのをこうどんどん突き詰めていくっていう形になるんですけど、結構作家さんですね、書けないって言うんですよ。あ、縦だと、はい、まあ、難しそうですよね一見。そう、いい意味でコマのこう連続なんですね、うん、本当に絵コンテの進化版というか、うん、そんなに難しくないと思うんですよ実は。なのでページ漫画書ける方は Webtoon おそらく問題なく書けて、 Webtoon のみ書いてきた方はそこからですねページ漫画バッてこう書こうとするとコマの割り方とか、うん、コマの形とか考えるの大変だと思うんですけど、大体、うん、日本の漫画家さんってもうページ漫画勉強されてきた方も結構多いので、そういう方は大体もう縦スクロール実は書けるんじゃないかなと思います。続いては、はい、最近の絵柄の特徴ってある？デフォルメとかが少なくてなんかこうリアル寄りになってきてるとかあれば教えてください。 あくまでこれは本当傾向なんですけど、やっぱ主人公もう本当にね、八頭身、頭がキュッて小さくて背が高い、うん、細マッチョ、そうそうそう、結構トレンドだなというふうに思いますね。でもイケメンが出てくる漫画かイケメンが出てこない漫画かでいうと出てくる漫画の方が読みたくはなりますね。特にね、女性も結構ウェブトゥーン読んでますからね、うん、見やすいですよねやっぱり、うん、まあ、色がついてるとね、うん、なんていうか、まあ、妄想が膨らむといいますか、妄想しやすいといいますか。次で最後くらいにしようかなと思うんですけど、はい、漫画家さんってどういう性格の人が多いんですか？今まで僕が出会った作家さんで 100% 唯一言えるのはギャグの漫画家さんは全員超真面目です。へー、意外。ギャグの振り幅がハードであればあるほど真面目ですね。めちゃくちゃ意外ですね。礼儀正しいし、時間も守るしっていう方多い印象があります。作品拝見して最初お声掛けしたいなと思って、めちゃくちゃぶっ飛んだギャグ書いてるからどんな人かなと思ってお会いすると、すごいちゃんとシャツ上までこうピシッとこうしてですね、打ち合わせにいらっしゃるみたいな方がほとんどですね今まで。人間味ありますね。締め切り当然間に合わなくて守らない方もいらっしゃるんですけど、そういうところもなんかちょっと可愛く見えちゃうみたいな、人間味あるなと思って、だから人間味ある人好きなんですよ。私はどうですか？人間味の塊だったから、はい、ということでいろいろと小室さんに聞いたんですけれども、今後も皆さんからのお便りお待ちしておりますので、何か聞きたいことあれば概要欄からぜひお願いします。こんな感じで、まあ、LINE 漫画についてゆるく皆さんにお届けできればなと思います。それではチャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひよろしくお願いします。では次回もお会いしましょう。さようなら。さようなら。